どうも皆さん、グッドモーニングレイドル。我が輩は宇宙人である。使い道は不明、リュウです。そして本日も特別ゲストに来ていただいております。ワンピースより黒ひげさんです。ぜっ俺の夢は終わられまあ改めましてミスター社長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします相変わらず素晴らしいクオリティですね。もうあの職場からお届けしてまして、今日はい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 、若干声枯れてるんですよ今何本か仕事終わった後のね撮影となってますので、ちょっと申し訳ない皆さん、本日何やっていくかと言いますと、はいはい、あの前回その社長さんの方で多分動画上がってると思うんですが、うん、あのそちらもねぜひ概要欄からチェックしていただければと思うんですけども、惜しかったね。そうですね、初期パックシールド戦、あーでね、はい、あのシールド戦ってあのお互いにこうパックを引いて、でその出たカードの中からデッキを組んで対決するという、まあ、企画というかね、そういう、まあ、戦い方をシールド戦って言うんですが、はい、社長さんの方ではあのアルティメットライジングっていう本当ド初期のパックをお互いにね10パック向いて対戦したっていう動画上がってると思うんで、そっちあのまだね見てない方はぜひ見ていただければなと思いまして、はい、で今回は私の方では、まあ、第2弾ですね、このエイジオブディスカバリー。はミニパックでやるの？そうですね、ミニパックですね、ミニパックでやりましょう。これ2016年の11月ですって発売されたのえそんなに経つの？何年も4年前くらいですよ多分。もうそんな経つんだ。そうですよ、すごいね、なんかこの流れすごい早い。4年前のボックスでちょっとシールド戦やっていきましょう。告知があるんですよ。はあ、何でしょうか。遊戯王の歌ってみた動画の方が伸びてまして。あ、そう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 、もうだって100万再生いってるやつとかありましたよね。100万再生いきまして、この間素晴らしい、ありがたいんですけど、おめでとうございます。はいはい、オーバーラップついに収録しまして。なるほど、あ、その動画がまさか次週夕方6時からプレミア公開で上がりますので。お、なるほど、いやこれは見なきゃ損ですね。はい、これぜひ見ていただきたいです。ぜひね、そうチェックしていただければと思います。お願いします。はい、それでは早速本日の、企画やっていきましょうか。はい、ジェム500使うと10パック向けるんで、まあ、これちょっと向いていこうかなと思います。ちょっとサクッとね。じゃあまずリュウさんからいくってことね。はい、そうですね、はい、サクッといきましょう。スキップは一応せずに SR とか出るかもしれないんでね。はい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 、あ、なんか今ちょっと強そうなカード見えたけど、今のところ何も大したカードは今のところない。さあ演出もない演出もない。いや俺引き弱いんすよね引きガチで弱いんすよ俺。俺引き弱人類の中でも結構史上最弱と言われてるんであ、なんかちょっと若干光った。でもこれ R なんだよ多分これ、この光り方。あ、ワンチャンあるな、このコンボが。コンボ成立した、コンボが成立した。あー、なるほど、SR0 枚っていうね、あのSRUR0 枚っていうあの例のね神引きをね私見せてるんで。キュッパックいきます。ゲームで購入。お、いきなりクリコ反対。お、光ってる、一パック目から。マジ引き強いんだよそっち。あー、でもいや、あのそうかあのなんだ、なんちゃってだったけど、なんだ、ね、当たりのやつですよ。あの当たりのやつか、言われてもないけど。あー、そういう感じ。お、2パック目、これは来た。これはねレインボーに光ってる。あー、カットイン入った、入った。いやー、やばい、 UR だ。なんだ、いやでも全然ありがたい。いいね、結構いいよこれ。1パック目、あ、これ強いな、このカード。やばい、マジか、マジ。あ、来た、カットイン入った。あー、カットイン、やばい。10パック目、ちょっとダイダロスにして。あ、これ待って、これ UR じゃねえか。ダイダロスにして。あー、これはやばい、これ引いた、道連れ引いたか。さては、これはね、これはやりましたわ。いやー、これ絶対道連れ引いたやん。あー、引けなかった、あいつは。よしよし、あいつは引けなかった。ちょっとあいつがどれか全くわからんが、俺のデッキは多分こいつを出せれば相当強え、多分こいつを出せれば相当強いけど、これとかマジでいらねえ、びっくりするぐらいだね。これとかワンチャン強いな。
そうでもねえか。デュエルスタンバイ始まったぜ。さあ一体このパックはどのモンスターが強いんでしょうかね。さっきは黒ひげのティーチがお世話になったワンピース Z より Z だこれちょっと待って、あちょっと危ない、高校だ、危ない、クソ事故った、ちょっとなんか何バチクソ事故ってるもん基本的に今、結構やばい、こっちも事故ってるぜ弾終了、遊戯お前か、いややばいこれ、お前かわいいな、カードは2枚伏せるぜ、ターンを終了するぜやばいぜ僕のターン、マジでちょっと頑張ってください、ちょ何してんすか剣道小林さん、あー来た水神の5分出た、このカードがフィード上に存在する限り自分フィード上の水属性モンスターは相手のカードの効果で破壊されない、そんな効果で破壊するカード このデッキ入ってんのか、最強のカードを召喚する、なんだとヒゲアンコをリリース、えやべえやつ来たサイレントアビス来た、このカードが戦闘でによって破壊され墓地を食らった時フィード上の水属性以外の表側表示およびフィード上セットしたモンスターを全て破壊する、うわやばい、ようならだぜ、俺は戦闘ダメージを受けたことによって白衣の天使の効果を発動、残念オーバーウェルム強えなすすべなしな、ドロ俺様は魔力吸収球体を召喚、えこれってさ自分フィードなんだよね、俺は手札よりマジックカード大波小波を発動、えこのカードはフィールド上の水属性モンスターを全て破壊し破壊した数だけ手札より水属性モンスターを特殊召喚できる、まさか現れろサイレントアビス、うわバトルするしかねえ、いけサイレントアビス、うわお互いにモンスター効果を発動されるぜ、絶対勝ったと思ったわ、ターン終了するぜ、これが大波小波コンボだぜ、僕のターンドロー、ちょっとマジでやめて、そのほんま強いモンスターラスやめて、でも2000削んないよねさすがに、あーギリギリ生き延びたな、だが軍隊ピラニアを召喚、いややばい、それはやばい、こいつはダイレクトタックのダメージが倍になる、まずい、やめてくれやめてくれ、いてぇいてぇいてぇ、最強のデュエリストのデュエルは必然、ドローさえもデュエリストが想像するシャイニングドローよーし、えいけブリザードウォリアー、うわこのカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したとき相手のデッキのなんか一番上のカードか、一番上のカードをで確認してデッキの一番上または一番下に戻すとかいう意味わからん効果持ってるぜ、地味に強いな、地味に強いさあブリザードウォリアーのモンスター効果発動、これは何やろ、はいはい、なるほど、でこれ一番上でいいよ、これ引いていいよ、それ引いていいですよそれ引いていいですよ、どうぞご自由にどうぞ、意
味ねえ。それ引いてどうぞ。だがしかし、ラージマウスを召喚。削っていくぜ。ああめんどくせえ。あと100、あと100。めんどくさいめんどくさい。めんどくさいめんどくさい、やばい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 。やばいやばい。ちょっと今度これ遊戯王ゼアルみたいになってる。遊戯王ゼアルってライフポイント100になってからが勝負なんですよ。ドロー。いやわかこれ召喚していいのか。召喚していいのかこれ、さた果たして行くしかねえか。行け深海の大うなぎを召喚。バトル。行け。またブリザードウォーリアーで攻撃をするぜ。うわーやばい。これちょっとセリフうるせえな。さあブリザードウォーリアーの効果発動。いやこれはきつい。いやこれは無理だ。これちょっと一番デッキ落ちました。うわーくそー。事故れ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 、ターン終了。事故れ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 、サンガでしょ。手札1枚サンガ。魂のアッコにお任せドロー。アッコにはなんだそのドローは。引いたアッコの神引き。ちょっと待って、何引いたの。やめて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 、何それ。ちょっとこれ攻撃表示マジでこれプレミかな。行くぜ、いでよグラスファントム。あさよならうなぎぬ。お前誰やねん。そう。スキルをディスティニードローンにして再戦だ。スキルをお互いにディスティニードローンにして再戦していくぜ。これでもなんか人並みありそうですよ、ね、いやありそう。いやさっきだってこれ引ければみたいなカード多分あったでしょ、社長さんも。ありましたありました。まあ俺はあんまり思いつかなかったんですけど、ちなみに。いやでもナチュルが結構ね。そうそうそう、ナチュルガーディアン結構強いですからね。いやーこれ先行欲しいんだよな、結構実はね、このデッキ先行欲しいんですよね、意外と。これこいつどうやってこいつ出してっかだな。セット、なるほど。よし、ターン終了。なるほど。セットターン終了。セットターン終了。それなんだ。それなんだそのモンスター。いやーでもこれ一回ここ狙いに行きたいんだよな。一回これ狙いに行こう。セットエンド。お。いやちょっと引かないでマジで。引いてないで。お願いお願いお願い。お願いお願いお願い。これでも行っちゃうわ。え？道を。いやちょっとやめてよ、そのモンスター強すぎるよ。あー俺の暴風小僧が暴風小僧破れたり。よくもやってくれたな。いけ逆ギレパンダ。いい。バトルだ、くらえ。ほら段終了だ。強すぎやろ。このモンスターは相手のフィールドのモンスターの数かける500ポイントの攻撃力がアップするぜ。さあモンスターを出しな。そうやばいなこれ。さあ遊戯モンスターを出しな。もう一人の僕。ターン終了。よし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 、これは最強だ。最強モンスターを引いた。いけナチュルガーディアンを召喚。バトル。うわやばい、守備貫通持っとるやんこれ。ザコモンスター反転しないということはそのモンスターザコモンスターだな。さてはいけ逆切れ番だ。ザーッくっそあいつ強い。ちょっと待って、あいつどうしよう。あいつでも殴ってはできないか。あいつは殴らざるを得ないか。でも殴ってモンスターが少なくなったら嫌だから、これターンエンドなんじゃないか。これターンエンドだ。これ逆切れパンダは残しておいた方がいい。これはさあこれプレイング、さあなぜかプレイングがあるぞ。
なんか知んないけどプレイングがあるぞこのゲーム。なんか脳死で殴ってればいいと思ったら実はプレイングがあるっていうね。あいつ1400か、1400強いんだよな。もう行く。あー子羊やばい、やばいな。でもこれ子羊でもなんか打点高くなった逆入れパンダがこれ貫通するよ。子羊引いてんのずるくないですか。これずるいな。これちょっとずるいな。子羊引いたんですわ。これ SR でしたよね。おやめろって、そのなんかその自分なんか芸人特有のなんかその運命力みたいなので強いカード引くのやめろ。どっちがいいんだろうこれ。まさかアドバンスか。うわアドバンスだ、アドバンスセットだ、アドバンスセットか、アドバンスセット、アドバンスセットか。俺は2体のモンスターをリリッシュ、アドバンスセット、アドバンスパン終了。アドバンスセットにはアドバンスセットだ。ちょ、子羊強すぎなんだよなこのモンスター。あれやべ、あやばいやばいやばい、おっと切断か、切断中か、ちょやばいやばい、切断中だ。デュエルから逃げよった。地下鉄乗ってる、地下鉄乗ってる。地下鉄じゃないです、新しいですね地下鉄デュエル。これどうしよう、これでいいか。ターンエンドめんどくさいんだよな、ターンエンドガチでめんどくさい。そうしかないか、一回セットしてで、あいつめんどくさいからターン終了。これだってあれでしょ、どうせですけどこれ3画か数画かヒューガでしょこれ、このセットモンスター。もしくはサイレントアルビス、このセットモンスターは別にいいか。うわやばい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 、モンスター来た、あまりにもやばすぎるモンスター来た。いった一匹しかいない、一匹しかいない。ここのデスハムスターは弱い。ちなみにこのデッキデスハムスターは1体しか入ってないぜ。これはこうしてで、こいつはちょっとぶん殴っとこう。うわっ。いけヒューガいけ、ドラーよし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 、短周路だ。表にしちゃいましたね。2400ナチュルガーディアンを攻撃し始め、やばい海へ渡る船を攻撃、やばい全員攻撃をしてくる。うわお前もヒューガさよなら、ダメージ計算直前、俺は風魔神ヒューガの効果を発動。貴様に2400の大ダメージだ。よし。あ、俺もエースモンスターがやられてしまった。いやし、こういいだろう。残り300だね。デュエリストのデュエルは自然。ドローさえもデュエリストが想像する。シャイニングドロー。俺様は。このカードを引いてくるぜ、シャイニングドロー。え、俺はドンガメを召喚。何、そして大波小波の効果を発動。フィールド上の水属性モンスターを破壊し、手札より水属性モンスターを特殊召喚する。いけサイレントアビス。バトルいけいけハハハハ、終了だ。やってんね、でもこっちもね使えるんですわ、ディスティニードロー。ああてかディスティニードローで聞いてこようとしてもなんかクソビティなカードしか入ってなくてやることがねえぜ。ディスティニードローでおそらくこのカードを引くっていうのはもう一生ないと思います。何？ドロー。何？私がディスティニードローしたカードはこのカードです。何を引いてくるんだ？
ラージマウス。ああ